イングランドのカウンティは地方行政並びに政治的または地理的な分解を目的としたイングランドの地域区分である。州、軍、県などと訳される。現行カウンティの多くがアングロサクソン王国などの古い区分に由来する各区分の名前、境界、機能は近代において特に大きく変化し、19世紀以後行われた一連の地方制度改革により、 カウンティという語の正確な定義は曖昧なものになっている。したがって、イングランドのカウンティという語は、標準的な区分名や境界が一位に決まることを意味しない。形式的には、特定の機能と時代に対応したカウンティのタイプによって、天例カウンティ、住民登録カウンティ、歴史的カウンティ、イギリスの郵便カウンティなど特別して呼ばれる。 詳細は、イングランドの歴史的カウンティ及び、EN、ヒストリックカウンテス・オブ・イングランドを参照古代ないし、伝統的な多様性に富む39のカウンティが知られている。もともとは、シャイアと呼ばれていたカウンティは、ウェセックス王国でおそらく7世紀頃に起源を持ち、9.1011世紀を通じて、イングランドの他の部分に広まっていった。その後、カウンティは時と共に、 地理的な参照体系として確立してゆき、人口調査の単位としては1841年まで使われた。歴史的カウンティのほとんどは、教会こそ変化させつつも以後も、地方行政体制の一部である。詳細は、住民登録カウンティ及び、EN、レジストレーションカウンティを参照住民登録カウンティは1851年から1930年まで存在し、 1851年から1911年までの国勢調査に使われた。住民登録カウンティはより小さな住民登録地区よりなる。住民登録地区はもともとは自治区、旧品区連合及び後のサニタリーディストリクトに由来する。住民登録区が歴史的カウンティの境界をまたぐ場所では、歴史的カウンティと住民登録カウンティとでは、 境界が異なることになった。詳細は、イングランドの行政カウンティ、カウンティバラ、及び EN、カウンティボローを、参照1889年、イングランドに選挙により選出されたカウンティカウンシルが設置され、それまで、式裁判所が有していた、統治機能の多くがカウンティカウンシルに移譲され、その後他の権限も移行された。ロンドンカウンティが、ケント、ミドルセックス、 サリーの一部から作られた。カウンティには、行政カウンティと、独立なカウンティバラの2種類があった。サフォーク、サセックス、ノースアンプトンシャー、ハンプシャー、ケンブリッジシャー、ヨークシャー、リンカンシャーにはそれぞれ複数の行政カウンティがあった。地方自治法1888年の下地方長官任命といった、地方自治以外の目的で用いられた区割りも変化した。また、 ロンドンカウンティを含むすべてのバラと都市ディストリクトはどれか一つのカウンティに属すことが求められた。このカウンティ群はシティオブロンドンとブリストルという二つのカウンティコーポレートを含むという点で前述した歴史的カウンティとはすでに異なっている。これらのカウンティは後に天礼カウンティと呼ばれるようになり、オードネンスサーベイ発行の地図で当時はカウンティ、後には 地理的カウンティと表記された。1931年、暫定例確認法により、グロスターシャー、ウォリックシャー、ウスターシャー間で26のパリッシュが移動され、飛び地の解消を主な目的とする教会の変更が行われた。1965年には、小変更が行われ、ミドルセックスの残りの大部分を廃止する過程の一環として、元のロンドンカウンティを グレーターロンドンの行政区域都市、ハンティンドンシャーとピーターバラサイバンクは合併して、ハンティンドンピーターバラに、元のケンブリッジシャー行政区とアイル・オブ・ウィーリーは合併して、ケンブリッジシャーアイル・オブ・ウィーリーになった。詳細は、イングランドの都市及び、ヒトシカウンティを参照1974年に成立した、カウンティ1974年4月1日。 地方行政法1972が施行された。これにより、グレーターロンドン以外のイングランド及び、ウェールズの既存地方行政機構は廃止され、全2層の新制度で置き換えられた。既存の行政カウンティ及びカウンティマラは廃止され、代わりに46のカウンティ、すなわち6つの都市カウンティと40の都市カウンティがイングランドに設置された。この法律により設置されたカウンティには、 エーボン、クリーブランド、カンブリア、ヘレフォードウスター、ハンバーサイド、並びに、新たなイングランドの都市カウンティである、オーマンチェスタ州、マージーサイド州、サウス、ヨークシャー州、タインウイア州、ウェスト、ミッドランズ州、ウェスト、ヨークシャー州がある。カンバーランド、ヘレフォードシャー州、ラトランド、ウエストモーランド、ウスターシャーの各カウンティは、カウンティバラと共に、 行政地図からは消滅した。カウンティバラの廃止は、地方長官任命カウンティと行政カウンティの区別を無用とした。同法216条では、新カウンティに、天礼上の目的と司法上の目的の両者を、担わせている。1998年以降のカウンティレベルの地域1990年代の、イギリス地方行政再編によりカウンティはさらに、リージョンにまとめられ、 多数の単一自治体を創設して、カウンティレベルの権能を与え、ヘレフォードシャー、ラトランド、ウスターシャーを行政上の実態として復活させた。現在では、グレーターロンドンの外に81のカウンティレベルの地方行政体がある。このうちの34は、カウンティカウンシルとディストリクトの両方を有し、シャイアカウンティと呼ばれ、40は単一自治体、6は、 都市カウンティである。残る一つはバークシャーであり、カウンティカウンシルは廃止され、ディストリクトが単一自治体となっている。詳細は、イングランドの天令カウンティ及び、イングランドの州を参照1998年以降の天令カウンティ1990年代の地方行政体再編により、1974年に廃止された地方行政のためのカウンティと、 地方長官任命のためのカウンティの区別は復活し、新たに、天礼カウンティという語が作られた。ほとんどの単一自治体が、天礼カウンティとなったが、ブリストル、イーストライディング・オブ、ヨークシャー州、ヘレフォードシャー、ラトランド、ウスターシャーでは、以前の天礼カウンティが復活した。これらのカウンティは、チリカウンティとも呼ばれ、イングランドでの場所を指定するのに広く使われている。また、 有権者登録の境会としても考慮される。郵便制度で使われていたかつての郵便カウンティは、もはや住所に必須ではない。郵便カウンティは1974年制定のカウンティのほとんどを含んでいたが、大マンチェスタ州やグレーターロンドンは郵便カウンティではない。郵便カウンティは1996年に正式には使われなくなったが、個人や、特にグレーターロンドンのように、 郵便カウンティと行政カウンティの境界が一致しない地域では未だに広く使われており、どのカウンティがどの地域に含まれるかのよくある混乱のもとになっている。ありがとうございます。